えー、即会塾の久保です。今日ね、年金が差し押さえられる人が2万人以上いて、それがさらにね、人数増えるんだってことを聞いて、なんか恐ろしくなりましたね。真面目に年金を払ってきて、で、ある時ね、年金を受け取るときに、それが払われないと。ぶんどられているってことなんですよ、うん。ただでさえ私たちね、税金ですとか、なんかわかんない点引きとかって多いわけですよ。所得の半分ぐらい、半分以上ですね。国に持ってかれてるんですよ。 その中で、やっと生き残ったと思って、60代、70代になって、暮らしていこうと思ったらね、うん、なんか金が無慈悲も取られていると。しかもそれは、いや、規則ですから、みたいなね。そんなことで突っ張られると。私たちはね、規則によって、何の罪も犯してないのに、殺されてしまうしかないんでしょうか。それでは、記事の方を読ませさせていただきます。はい、えー、消えたも年金問題っていうのがね、昔ありましたけども、今回はですね、本当に消えた年金。 という話をしようかと思います。しかもこれね、毎年2万人以上の方に訪れてるそうなんですよ。それでしかもこの人数はどん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 増えていると。さすがにね、世相からしょうがないのかなという部分もありますけども、いやいやいや、でもこれあんまりだろうということなんでちょっと話していきたいと思います。タイトルはですね、振り込まれるはずの年金が差し押さえ年間2万人の真実ということなんですよね。要するに、年金って老後の唯一の資金なわけですよね。でもそれをね、 無慈悲にも差し押さえて1円もビタ1問渡さないみたいな行政の仕組みがここにあるわけなんですよねちょっと読んでいきますね銀行口座に振り込まれたはずの年金がなくなっていた老後の生活の糧を突然失い途方に暮れる高齢者が年間2万人近くいるとしかもその数は今後さらに増える可能性が高いというそんな苦しい現状に高齢者がなぜ追い込まれているのでしょうか何でしょうねここに実例があります 群馬県に住む無職の男性72歳の自宅に2年前役所から1つの通知書が届いた資産を差し押さえる可能性があると書かれていた、うん、この男性はですね月約5000円の介護保険料の支払いを1年近く滞納してい,んいたんですよね実際に差し押さえをする段階になれば事前に役所から何か連絡があるだろうというふうに考えていたわけなんですよ、まあ、この方もねあのサボって入れたわけじゃなくて本当に生活が苦しかったと思うんですよね で、翌月銀行にいた男性が通帳を記入して驚いた。2ヶ月分の厚生年金11万円が入金されているはずなのに、実際の入金は4万円しかなかった。入金に合わせてその半分以上が差し押さえられていたということですね。これはね、こういう差し押さえ制度ってあって、例えば借金をして、その督促に応じない場合って、振り込まれた給料がね、上限3分の1まで差し押さえるっていう決まりは確かあったと思うんですよ。それに似てるなと思いました。 で、慌てて市役所に電話かけたんですよね。うん、確かにね、これいきなりすぎるぞ、と。生活費は年金だけなんだ。生きていけないので半分でも返してくれ、ということでした。しかしですね、担当者は取り合ってくれなかったっていうんですよ。仕方なく生命保険と損害保険を解約して、それで透明の生活費を賄うことにしたということで、うん、まぁ、あ、あの公平に見てね、客観的に見て、この男性は、あ保険とかね、 えー、あるんだったら、まあ、払えよって話、もね、当然わかるんですけども、この強制的に誘い抑える仕組みって、結構怖いところがありますね。うん。で、まあ、この男性はまだね、取り崩すものがあって、まだましなんですけども、こういうのが全くなくって、で、えー、保険料とか支払いが本当に厳しくてですね、そのまんま、70代とか80代を迎えちゃった人がいるとしたらですね、そういう方は、何の予告もなく、 振り込まれるはずの年金が差し押さえられて、それこそ、もう、今月来月の生活行き詰まっちゃうわけですよね。それも真に直結するわけですよ。で、私がね、言いたいのはね、こう市役所なんですよ。市役所って、市民の命を守るために、財産を守るために存在すると思うんで、何でもかんでもね、借地定規に、決まりだから、こう、こうですよ、みたいなことではないと思うんですよ。で、まあね、市役所の人って本当ね、あの、融通が利かないっていうか、まあ、決まりはわかるんだけども、 あの形だけの犯行があるないでね、追い返してもう一回行為とかいうこととかで、私もね、ちょっと経験があるんですけども、なんかのね、えー、個人番号かなんかのカードをね、通知が来たんで取りに行ったんですよ。で、通知書とカードを持って行って、それで引き換えてくれるのかなと思って、窓口に行ったらですね、まあ、窓口の人は、手に、私に渡すべきね、カードを持って、こっち来てくれたんですよ。 で、まあ、あの、私のところに来たね、はがきと交換でいただけるのかなと思ったら、あちょっとこれはね、で本席地が、あの、前の住所になってますね、みたいなことを言い出して、うん。だ本席地は、確かにそうでしょう。でも、私クてくれるじゃん、そこにあんのに、<laughs> ってことになったんですよ。ね。いや、でもね、ちょっとね、渡せないんですよ、って言うから。いや、でも、そこにあるでしょって。私なんか、犯罪者に見えます免許証もありますよ免。身分証明書もありますよ。本席地が、 こうまだ移動してないだけでどう考えても俺じゃないですかみたいなね <laughs> そしたら「いやでもちょっと決まりなんで」みたいなねうん決まりはわかるんだけどもまあなんかねもう何とも言えないですね多分その方はね個人的にも渡したいって気持ちだと思うんですよでもやっぱねその上司の方に掛け合ってこれはもうどう考えてもこの人のものなんだから渡していいですよねみたいなことで処理してもいいと思うんですよ 誰も困んないわけですから。うん。だからそういうことがね、結構あるんですよね。まあこれはね、本当決まり通りにやらないとダメってことなのかもしれませんけども、あの、形式的に決まりを守んなくちゃいけないみたいなものは、その役所の中でね、ルール変えろよと。もっともっと汎用性増やしてね、えー、それこそ、私がそうやってごねるもんだからね、<laughs> 自分で言うのもあれですけども、他の方の窓口サービスがどんどん遅れるわけですよ。 そういうこともあるんで、もうちょっとね、市役所とか、働いてる人が、行政改革してもらいたいなと思うんですよ。うん。で、窓口に立つ現場の人っていうのはね、一番市民に近いと思うんですよ。まあだから、市民の方が、どうやったらもっとサービスを使いやすいかなってことを考えて、で、気づいたこととか、いただいたクレームとかをね、上司に上げていってね、変えましょうよっていうふうに言うべきだと思うんですよ。だ の行政改革大臣がやらないと決まらないっていうところなくて下の方からね現場の意見をどん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 上の方にぶつけていってで組織を変えていくっていうことを末端の人がしないとそんなねあの権限持った人だけが動いたり気づいたりすることを期待しちゃねちょっとダメなんじゃないかなと思いますよね。で今回もそれと同じような例だと思うんですよね私はねは。きっっかけけけはは母親ののてててて書いいいいます介護ササーービビススをを受受る人人もも男性のように今な 40歳以上になると、介護保険料を毎月実際に納めなければならない。そうなんですよ。40歳過ぎると、なんかしないけど、払うものが増えるんですよね。これもね、ふざけろよと思うわけですよ。もう、ぶんどるやつはぶんどっていってね。で、いざ私たちがもらおうと思ったら、なん付つけて払わないわけじゃないですか。ほどタッチの悪いね、あの、ヤクザみたいなもんですよね。大半の人は、給料や年金から保険料が転引きされる。だが、 年金額が年18万円未満と少なかったり男性のように事情があったりする人は自治体に直接保険料を納めている、うん、これもなんとか変えた方がいいですね差し押さえを受けるのは保険料を直接納付しているものの一定期間支払いが滞った人たちだねだからその支払いが滞る人って事情があると思うんですよだからその時点でその保険をね本当払ってあげてほしいですね逆に うんあ納付がないななんか困ってるんだろうな聞き取りに行こうかなもしくは多分こういう事情だからこの人から保険料をね分取るわけじゃなくて今度は逆にこの人に保険料を払って保護してあげないといけないなっていう風にこれ誰でも思うことじゃないかなと思うんですよこんな問題が起きてから気づくようだったらねもう公務員やってらんないと思うんですけどね、えー、男性があ介護保険料を滞納するきっかけになったのは 母親親のの死と認知症の父親が介護施設に入居したことだったこれもね本当にこの例って多いと思うんでそろそろねどんな事情があろうと保険料を分んるんだと保険料が払えない人は差し押さえたみたいなそんなねとてつもないあの南の帝王みたいなことするんじゃなくってもっとね生身の人間に寄り添ったそんなサービスをねしてほしいですよね。ただでさえあの公務員さんっていうのはいや本当にねやってくださってる部分がありますけどもあまりにも冷たいんですよ。 本当に自分が命を持って生きてる家族との関わりを持って生きてるってことをあのもっともっと考えていくときに、うん、なんかそのお困りの方にね、うん、手を差し伸べるっていう気持ちはいると思うんですよ何でもかんでも決まり守ればいいってもんじゃなくてその決まりを変えていく努力するのも公務員さんの仕事だと思いますよ窓口業務の人もね「あ市民の方こんなに困ってんだあこんなに分かりにくいんだ」ってことを痛感してると思うんですよそれをね「いや規則なんですいません,んで」で押すんじゃなくてね 本当にもどかしいですよ、その辺は。はい、ちょっと文章を続け読みますね。男性は若い頃から建設会社などに勤めた後、60歳で定年を迎えた。その後、父親の年金に頼りつつ、パートの仕事をして生活費を稼いできた。介護権利は自分の厚生年金から転引される形で収めたということですよね。だからね、この方もね、一生懸命定年まで働いてきて、さあ、第二の人生だ、定年後の、おこれからはね、しっかりと生きていくんだと思ったら、この有りさまというね。だから、無慈悲ですよね。もう 分取るだけ分取って、で、サービスは渡さないみたいなね。もちろん決まりがあるのは分かりますけども、これはないだろうと思いますよね。なんか、差し押さえとか言って尋常じゃないわけですから、介護保険料滞納、差し押さえ最多、65歳以上、約2万人と。ね、それがね、本当例外的に数万人とか、あ,あ、違う、まあ、例外的にね、数十人とか数百人というレベルだったら、こう、誤差でもいいんですけども、なんと該当する65歳の人、 2万人ですからねかなりの割合ですよこれは、まあ、もう慈悲だなと思いますよねもう敵はうちにありみたいな感じですよもう味方であるはずの行政公務が市民をねもうどっちかというと死に追いやってるわけなんですよその辺ねあの高齢者の自殺とか自暴自棄に対してかなりの責任があるというふうに痛感してもらいたいなと思って今日の放送終わりますじゃ失礼しますえということでね年金をこうやってもらえないっていうことも起きてきましたうん まあ本当にね、なんというか、もう言うことないですね。ひどい話だと思いますよ。まあ、大体ね、行政事とって分かりにくいんですよ。わざと分かりにくくしてると思いますけどもね。で、窓口で作業する公務員の方とかね、役所の方も、やりにくいってことを分かってると思うんですよ、うん。だからこれをね、もっとシンプルにするとか、もう自動払いにするとかね、うん、できるはずなんで、テクノロジー的には。ただそうなると、その公務員の数って減りますよ。 減るるんで失業者溢れると思いますで自分の保身のために市民を納税者を、まあ、犠牲にするような仕組みっていうのはなんとかなんないのかなと思っちゃいますけどねうんどうでしょうかねではあ,あ,ありがとうございました。